疲れ様です。ワイズファクトリーです。まあ、ちょっと今日今、大至急エンジンの仕上げやんなきゃいけないやつがあるんですけど、ちょっとついでにタイヤの交換もしなきゃいけないもんで、ちょっとタイヤを外そうと思うんですけど、まあ、なんていうかな、ちょっとご自分でやってみたい方なんかいらっしゃるんですかね。タイヤが、まあ、後ろスクーターの、ね、後ろのホイールなんかっていうと、ちょっと僕なんかはインパクトでバタンと回しちゃいますけど、まあ、回せない。ね。ご自宅でちょっとブレーキのシューとか交換してみたいなみたいな方がいらっしゃると、なかなかこういうのね、外すときに難儀かな。だからちょっと今作業の流れではありますけど、あんまり工具がない方なんかでもね、できるようなちょっとしたコツをお教えするような、ちょっと短時間の動画になりますけどね、やってみたいと思います。じゃあこのギアのアクセル、ここちょっと回してみましょう。どんな感じでできるかね。まずはラスペネなどの潤滑剤、ね、硬くなってるところをビューッといってください。ギューッつってギューッつってつけといてね。僕がよく使うのはこういうメガネレンチ、これがレッツ4だと22だっけね。これかけてあげて、で、まあ、当然回らないです。だ僕よくやるのは、例えばタイヤの空気圧なんかはすごく抜いて、ちょっと潰れやすいような形にしてあげて、こうケツをグッと押してあげます。こうタイヤが回らないようにっていう感じですね。なんだったらもうブレーキも握っていただく、でがっちりタイヤが回らないような状況を作ってあげて、一発バキンとインパクト、回らない。そういう時はもう一発やっぱりコツはね、なんかギューッとじゃなくてタイヤが回っちゃうこともあるし、まあ、タイヤが回らないでギュッと押し付けながらパンと一発で決められるような力のかけ方してもらうといいと思いますね。でこうやって外してあげて、まあ、これなんかはポンと取れちゃいますけど、ここはもうね、めったに外さねえなみたいなことでね、こうなんか粉とか出て焼結っていう、くっついちゃってて取れないとかがあるんですよ。もうこれ、うわ取れねえなっていう時にちょっとしたコツなんですけど、例えばこう、ナットをね、少しこうギュッと締めていってあげて、こういうハンマーなんかがあれば、こう頭叩いてあげるんですね。そうするとこうやってホイール出てきますので、まあ、こういうのもちょっとしたコツです。で、まあホイール、こうナット外して、引き出してあげると。で、なんで今頭叩くときにナットをくっつけたのかっていうと、ネジ山が潰れちゃうと今度ナット入れるのが大変になりますので、その養生でナットをつけるというような感じですね。はい。で、道具がない時にスクーターのリアホイール外すのどうしたらいいのっていうちょっとしたコツの動画になります。どうでしょうね、参考になりましたかさん。ビーノで大変だったみたいですけど。